アロハー YouTube! 愛知県でジクラ専門店マルゲの店長やっているジクラ YouTuber のレジちゃんです。はい、今日は何でございましょう。今日はですね、先日東京に行ってたじゃないですか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、まあ、その時に、視聴者さんが、はい、乗ってきていただいた。はい、撮影させてもらいましたね、はい、めちゃくちゃいい車でしたね。わかりますか。わかります、ね、良さがわかりますか。だんだんわかってきます。さすがっす。そうですね、綺麗な G クラスの G320 のショートモデルですね。はい、まあ、僕もショートモデル持ってるんで、まあ、すごいなんていうんですか、ショート乗りつながりということで、年もね結構同い年っていう感じだったんで、結構同じ年、はい、結構同じ年同じ年というところだったんで、すごい楽しく、はい、撮影の方もさせていただきました。はい、ちょっとじゃあ視聴者さんのその320ちょっと見させてもらった僕なりの感想というか振り返りを、じゃあちょっと、そうですね、雨がねで、まあ G クラス、その G320 のショートが、まあ本当ですね、来ていただいた視聴者さんにもお伝えさせてもらったんですけど、まあ、本当に綺麗でしたね。多分僕結構、まあその G クラス見てるんですけど、もう本当過去一ぐらい綺麗じゃないかっていうぐらい、まあ、外装もそうですし、内装の方も、まあ、外装は本当にボディにこう艶がある状態で、まあ、おそらく一回外装同色とかで、補修ペイントはされてるとは思うんですけど、まあそれにしても綺麗なことっていう感じでしたね。で、内装ももう本当に距離の割には全然シートのヨレとかスレとかシワもなくて、まあ本当綺麗な感じで、購入されてまだ半年ぐらいっていうことだったんで、まあ比較的その状態がいいやつ選ばれたなっていうのをすごい感じましたね。はい、で、あと色もね、紺色ですね。何ブルーでしょ。長かったですよ。タンザナイトブルー。タンザナイトブルーでしたね。はい。ベンツ乗った、これね、ほんとね、白は白でもいっぱい名前があってとか、紺は紺でもいっぱい名前があるんで、名式によって。確かタンザナイトブルーでしたね。はい。という感じで、まあほんとすごい綺麗だったなーっていうのをね、まあ振り返ってみても本当に思いますね。はい、で、まあまだ購入されて半年ということなので、大切にこれから乗っててもらいたいなという気持ちでありますね。その詳しい、まあ、動画の紹介というのは、はい、明日から流していく予定ですので、はい、楽しみにお待ちいただきたいと思います。はい、お願いします。はい、結構、まあ、G クラスっていうと主流的にはまあロングボディの、ドアがまあ4枚ですね。で、まあ、後ろ合わせて全部で5枚ついてる、G クラスが、まあ、どっちかというと多分ポーンと出てくるのって皆さんそっちの形だと思うんですよ。ロングモデルって言われる方ですね。で、実は G クラス、そのドアが、まあ、運転席、助手席とあと後ろの計3枚のショートモデルっていうのが、まああってですね。で、ショートモデルのちょっと歴史を、振り返って、説明させてもらおうと思うんですけれども、一応 W460 の頃から、もうそのショートモデルっていうのはもう出てて、一応1989年、そのショートモデルっていうのが出始めてます。まあ G クラスになってからですね、が1994年から、出ておりまして、一応その2000年まで、がですね、まあ、前期モデルって言われる、モデルなんですけど、一応そこでは320と500両方ともショートがあります。で、2001年から、最終年が2006年ですね。2006年までが320のみのショートモデルっていう、そういう感じです。一応ですね、その今回、まあ、その視聴者さんも、まあ自宅の駐車場の問題で、まあ、ショートモデルをこう選ばれたっていう、そういう背景があるんですけど、一応長さがですね、ロングボディと比べると長さが45センチ、スペック上でですね、
変わってきて、まあ短くなってるんですけど、驚きのサイズですよ。ショートモデルの、長さが4メーター4センチ。幅は一緒ですね。1メーター81。で、高さが、一応まあスペック上だと、ショートモデルは1メーター96。で、ロングボディの方は1メーター97。まあ1センチ差があるんですけど、はい。まあ大体一緒ですね。長さだけなので、ロングとショートだと45センチこう差があると。都会に住まわれてる方っていうのは、やっぱ駐車場問題っていうのはあると思うんですね。で、まあその長さとか、そういったところもやっぱ絡んでくるかなと思うんで、まあその4メーターちょっとの長さで、じゃあ高級車何があるかっていうと、実際そんなにないんですよね。まああとまあポルシェとか、そっち系で全くちょっと系統が変わっちゃうんで、そういう SUV というか、まあ、あの4駆で4メーターちょっとっていうのはもうこの G クラスショートだけっていう感じですね。はい。やっぱりですね、まあ、僕もこう普段街とかですね、まあ、その、運転してたりとかして見てみると、やっぱ G クラスは走ってるんですけど、やっぱりロングボディの G クラス圧倒的に多いんですよ。で、さっきちょっと調べてみたんですけど、今ですね、この市場で、そのショートモデル、何台出てると思いますか？さっき見ちゃったんですか？そこは正直だな。そう。で、これすごい驚きでしたよね。そうですね。今、一応そのカーセンサの方でショートモデル調べてみると、全国で7台だけなので。7台しかないんですよ、ショートモデルって。まあもちろん今売りに出されてるショートモデルっていうお話なんですけど、まあとはいえ7台しかないという。で、さらに言うとですね、その中のでショートモデルの G500 っていうのは1台もなかったです。やっぱりショートモデルって、あの希少価値がやっぱすごい今高いです。すごい高くなってます。はい。まずちょっと、新車価格の方、ちょっと簡単にご紹介しようと思うんですけど、一応その前期モデルの方のですね、G320 ショートの方が、だいたい750からだいたい800ぐらいですね。まあ、これ年によって定価がこう上がってきてる関係で、出始めが750の後半、790っていう車体価格なんですけど、で、同じその前期モデル、2000年までの、モデルの G500 の方は、一応車体価格が、1070万円ですね。で、2001年以降の、G320 は、出始め当初が830万円っていうところで、で、まあ、後半最終形はですね、896万円っていう車体価格なんですけど、今、その市場の方でですね、出てる、7台の G320 ショートのうち、最安価格でも、今車両本体価格が600万円っていう値の付き方がしているんですよ。値段がついてないのも多かったですもんね。そう、要は ASK ですね。を相談っていう。あまり見ないですよね。そうですよね。はい。やっぱりその王相談ということは、やっぱそれなりの、おそらく値段になってる、来る、ケースが多いんで、はい、そういう感じかなと思うんですけど、で、実はですね、まあ、僕自身も G クラスの320のショート乗ってるんですけど、僕が買ったのが大体1年半ぐらい前だったかな、確か。なんですけど、で、今、の、その買った時の、価格と今の価格で言うと、だいたい100万円ぐらいもう今値段が上がってます。上がってるんですよ。これ今後っていうところでちょっとお話ししていくと、やっぱりそんだけ台数が少ない G クラスなので、これからどんどん希少価値っていうのはさらに高くなってくると思います。で、おそらくですけど、その新車当時の車体価格までは、全然上がっていくと思います。
はい、で今 G クラス の, あのカブリオっていう、オープンになる G クラスあるんですけど、一応今それが大体もう1000万円超えてる価格でこう市場で、販売されてるんですけど、おそらくその立ち位置ぐらいの、ところになってくるのかなというふうに、ちょっと僕は、予想しております。はい。まあ、それだけやっぱ希少価値も高いし、やっぱり人気があるんですよね。ショートモデルっていう。これ、今、結構、新型 G クラスですね。すごい人気があって、まあ、極端なこと言うと、新車で買った値段より、売り値、売却すると、高くそっちのがつくっていう、まあ、プレミア価格が今ついてるんですけれども、実はその、やっぱりなかなかそこって手に入らないというか、まあ、なかなか新車で買えない状態が続いているので、今若干320とかそういった500のショートモデルっていうところに少し目が向けられ始めてるなっていう、感じがしております。はい。まあどっちかというと、まあ、その資産としてですね、資産として G クラスを持って、で今後、まあ、価値を高めていくっていう、そういう感じですね。まあ、資産としてこう見られてるなっていうのはすごい感じてますね。はい。どうですか？すごくないですか？すごいです。すごいです。どうですか？ベジちゃんは売るんですか？僕ですか？まあ、欲しいという方が現れればもちろん、ね、売却はしますけど、売りたいかっていうと売りたくないですっていうぐらいやっぱショート、実際僕自身もこう乗ってみた感想なんですけど、すごい小回りが効くっていうか、G クラスなんですけど結構キビキビ動いてくれるっていう感じなんですね。やっぱロングボディだと、ロングとショートだと、だいたい車重で言うと、200キロ近く、重量が変わってきてますんで、やっぱそんだけ重たいとやっぱ、もたつくじゃないですけど、まあ、G クラス自体がそんなに、こう、キビキビ動くっていうか、まあ、そのスピードが出せる車ではないので、なんですけど、ショートだと、あ、こんなに乗りやすいんだっていう、ぐらい、本当に長さも短いですし、結構運転がすごいしやすくて、なので、都心とか、そういう、道が狭いところに住まわれてる方とかでも、結構全然、スムーズに、不自由なく、こう、運転できるかな、っていうふうに思いますね。はい。なので、ショートは、結構ですね、まあ、実用面で言うとやっぱロングボディ、後席のちゃんとドアもあった方とか、人のまあ乗り入れとか、そういうのは絶対便利だと思うんですけど、あんまり後ろ乗せない、人乗せないよとか、そういう方はショートモデルっていうのは結構乗りやすい G クラスっていう風に思ってもらえればいいのかなという感じですね。まあ、最後ですね、まあ、ショートモデルですね、に今乗られてる方だったりとか、まあ、今ショートモデル、買おうかなと思われてる方にちょっと向けて、ちょっと一言メッセージを伝えたいなと思うんですけれども、本当に一言ですか？ちょっと長くなりますちょっと僕の思いを話させてもらうと、今ショートモデル乗られてる方、これはですね、必ずっていうか、ぜひ大事に乗ってもらいたいです。で、やっぱり、そんだけ価値、希少価値がやっぱすごい今高いっていうところで、やっぱりもう、僕が乗ってるのももう二十数年落ちの車なので、やっぱりもうどんどん台数は減っていく一方になってくると思うんですね。で、ただやっぱ後世にやっぱこの G クラスのこのショートモデル欲しいっていう人っていうのは絶対まだまだこの先10年とか経ってもいっぱいいると思うんですよ。でその方たちにやっぱもう台数がなくなっちゃうと買えないですよね。やっぱり状態がいいものをこの後世にこう引き継いできてあげたいなっていう
のをすごい思うので、なので今ショートモデル乗られてる方はぜひ本当に大切に、乗ってもらいたいなって思いますし、まあこれから今ショートモデル購入検討されている方はですね、ぜひ買ったら、本当に同じくですね、大切に、乗ってって、もらいたいなというふうに思いますので、はい、っていうのが僕の切実な願いというかですね、はい、そんな思いであります。そう、はい、珍しく真面目な話です。そうですね、やっぱりね、本当にね、ショートモデルってどうかな、1ヶ月に1台この中古車のこの市場オークションの方に1ヶ月、全国ですよ、全国で1ヶ月に1台出てくるか出てこないかぐらいのぐらい、やっぱそんだけやっぱ台数的には少ない、G クラスになってくるんで、そうなのでね、やっぱこれから それが増えるってことはまずないので、やっぱ減ってく一方になってちゃうと思うんですね。はい、なので、そうですね、ちょっとたまにはねちゃんとしてるんだ、ね、ちゃんと、そうですね、そういうアピールもちょっと大事かなとっていうのは冗談で、本当にそれはそう思うところであります。はい、ということで、またね、東京店の東京オフィスの方にはですね、ちょこちょこ、行く、これからも行くと思うので、また行く際はなんかこんな感じで、こう視聴者さんとお会いさせてもらって、ぜひですね、その今乗られてるか G クラス乗られてる方の、G クラス見させてもらったりとか、まあ、そうでない方でもですね、こう G クラスについて、まあ、お話しさせてもらったりとか、なんか、やっぱすごいいい機会だなっていうのをすごい感じたんで、はい、またぜひ東京で、お会いしましょうという形で、こんな感じで締めさせてもらっていいですか。また今日最初にお話しした視聴者さんの G クラスの動画は明日以降配信していきますので、どうぞ楽しみにお待ちください。はい、はい、ということで今日もご視聴ありがとうございます。それではマハロー。